せっかくですので学生の皆様からちょっと一言ずつコメントをいただきたいなと思うんですけれども、よろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、質問を兼ねてコメントをいただければと思うんですけれども、まず今日を迎えるにあたってどれぐらい練習されてきたのか、よかったら与儀さんからお願いしていいですか？はい、今日に向けて、はい、というか日頃から、はい、もう暇があれば三線を触って歌ってるような感じなので、はい、そういう風に今回も、はい、気合がじゃん満タンで、そうですね、ありがとうございます。ちなみに1日何時間ぐらい三線は触られるんですか？1日ちゃんと測ったことはないですけど、はい、なんか休みの時はもう1日三線触って終わるみたいなこともよくありますね。はい、ありがとうございます。本当にじゃあ三線への思いと愛がいっぱいなんですね。これからも頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ続いてですね、はい、小松さん、はい、ちょっともう皆さん久しぶりのね、こういう首里城でのまた素敵なイベントということで、今日に向けての気合十分だったかと思うんですが、今日迎えるに至ってのちょっと思い入れだったりとか、はい、そうですね、はい、自分この場所で演奏するの初めてなんですけど、この首里城のシチャヌーナーでは何度かやったことあるんですけど、ここでは初めてで、はい、っていうのも自分が1年生の時に首里城が燃えてしまって、はい、で2年生の頃からちょっとコロナウイルスが流行ってしまって舞台が減って、なんかその前の先輩方はこの場所だったり、なんか首里城のいろんな場所で舞台やってたんですけど、自分のこの年から舞台が減ってしまって、でなんかまただんだんとイベントが増えてきて、なんかそうですね、できることにとっても嬉しく感じております。ありがとうございます。はい、本当にね、今日はそんな思いもあって ひとしおだったと思うんですけれども、改めて皆さんのこう気持ちがしっかりと届くような素晴らしい演奏でした。ありがとうございます。では、はい、最後に1年生の池原さんですかね、はい、ちょっとこれからのまた、奏者としての目標だったりとか、はい、がございましたら教えていただけますか？もしかしたら今日皆さんの演奏を聞いて初めて聞いたお子様もいらしたら、三線やってみたいっていう子もね、いるかもしれないです。今後の目標などあれば一言お願いいたします。はい、自分はずっとこれまで民謡しかやってこなくて、でここ最近になって古典もやり始めたんですね。でするとやっぱり民謡やってた頃よりも奥深さが古典っていうのは全然違うんですよ。なので芸大に、せっかく芸大に入ったので、その古典をもう深く深くもっと深く研究していって、で舞踊や太鼓やお琴などと組み合わせるときと、また一人で歌うときとっていうのはやっぱり違うと思うので、そういう技も身につけつつこれからも精進していきたいなと思っております。はい、素晴らしいですね。もう皆さんこれからも応援しております。素敵な演奏をいただきました。皆様、池原さん、つわこさん、与儀さんに今一度大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。